どうも高木マリアです。今晩はですね、廃墟のビルに来ております。こちらのビルにはですね、なんとあの究極のホラー映画呪怨に登場した敏夫君にそっくりな敏夫さんと呼ばれる男性が住んでいるということなんですね。今日はその姿をカメラに収めるべくこちらの廃ビルに突入します。今回同行していただくゲストとして呪怨の生みの親清水崇監督に来ていただきました。監督どうぞ。どうも清水です。はじめまして。はじめまして、ありがとうございます。僕が作ったキャラクターのはずなんで、はい、ちょっと会ってみたいじゃないですか、敏夫さんということで。一体敏夫さんとは何者なのでしょうか。それでは、はい、監督、はい、行ってみましょう。はい、おー、行きますよ。大丈夫ですか。行きますよ。5階まで登ってきています。結構きつい。結構きついよ。うわー、すごいだだ広いですけど、ゴミがとにかくすごい散乱してますね。これいつから使ってないのかな。柱の裏とか誰かいない？あれ先に見て。違います、あれ俺ゲストだから。ちょっと敏夫さん、この影が敏夫。ちょっとやめてください。その影はちょっとあれ今俺じゃないよ。弱くなってきた。え、大丈夫ですか。大丈夫大丈夫。風とか。いや、なんか怖いですね。すごい静かなんですけど、こう。ちょっと待って、あれ何？え、なんだと思う。ちょっと近づいてみますね、じゃあ。触りましょう。触ります。うわ、結構思いっきり。ちょっと監督どうします。ちょっと音のある方行ってみますか。ちょっと聞いてます監督。あ、ね、ちょっとちょっと俺行ってきますわ。あ、ちょっと待ってください。行ってみます。まずあのちょっと監督いきなり一人で行った危ないですって。監督ちょっとどうしよう、一人で行っちゃいました。階段続いてますね、まだ。うわ、なんか物が天井近くまでこうたくさん積み上げられてます。この先に部屋が続いてるので入ってみたいと思います。大丈夫。じゃあ高木さんがこれ以上撮影を続けるのはまあ、ちょっと無理だと。それでその清水監督もさっきからちょっといなくなっちゃいまして、帰った連絡があったんですか。いつさん変わってって。もしもし、お疲れ様です。はい、最後までやります。
大丈夫、あそこまで行って確かめてそれで終わりにしよう。誰もいないみたいですよね。Thank you.